撮影現場のシャピロ。J. デビッド・シャピロとして知られる J. クレビッド・シャピロは、アメリカ合衆国の映像作家、脚本家、スタンダップコメディアン。シャピロは、映画、ロビン・フット・キング・オブ・ダイツのオリジナル脚本を手掛けたことや、エルロン・ハバードの小説、バトルフィールド・アースを元にした映画脚本を書いたことが、よく知られている。2000年の映画、バトルフィールド・アースは、 第21回ゴールデンラズベリー賞を7部門で受賞し、この時点における歴代最多受賞作品となり、さらに2011年の第30回ゴールデンラズベリー賞では2000年代最低作品賞を受賞した。シャピロは第21回の受賞式に登場し、この怪しげな賞を自ら受け取った。シャピロはクリエイティブ面における意見の対立から、 実際に撮影に入る前のプレプロダクションの段階で、この映画から下ろされており、編名でのクレジットを求めていたが、全面的に書き換えられた、この映画の脚本には、自分が書いた部分はほとんど残っていないとも述べていた。後にシャピロは、広く告評された、この映画に関わったことについて、公に謝罪した。日本語では、名の表記に、揺れがあり、J. デイビッド・シャピロ。 J. デビット・シャピロ、J.D. シャピロなどの表記も見られる。ありがとうございます。